きました。かわいいね、はい、キラキラ、うん、そして私こちらです。はい、ウェッチなお姉さんですよ。思ったけど確かにこっちから見るとエッチエッチ半裸ぐらいの、またまた来ちゃう。こんな感じです。はい、コンコンはオレンジ、かわいい、かわいい、コンコン似合うね。オレンジめっちゃ似合うな、うん、やった、オレンジめっちゃ似合ってる。こちらシーンで購入しました。いくらいくらいくら覚えてません。こんな感じで今回は B チームの皆様に集まっていただきました、はい、ありがとうございます。いっぱいいる。今日は67名参加なんですよね、この中の B チームで、はい、そしたら3人から誰か気になる水着の方を3人ピックアップしていただいていいですか、はい、ちょっと私ミタちゃん、笑い方、お邪魔します、ミタユキです。ワールディリップの新人ちゃんです。はい、はい、よろしくお願いします。水着のポイントありますか。水着のポイントは今日は、ごらせ、うん、今日はプール撮影会ということなので海をイメージしました。プールやのに、はい、どういうこと。青っていうイメージかなと思いましてスカイブルーの水着を用意しました。空なの次は。はい、シャーベットにいないタイプだよ。いないタイプだよ。お願いします。全部なんかボケちゃうんで全部突っ込んでお願いします。いっぱいグラビアも出てるんで、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。どうもです、ありがとうございます。赤の水着の前もしゃべちゃん出てくれましたよね。はい、ね、出ました。あら、あ、そうだ。お願いします。お名前をお願いします。姫野みなみと申します。しゃべちゃんさんは2回目の出演です、うん、ありがとうございます。去年のプールも出ていただいて、はい、ウェイスクイーンでした。もうやってました。で、金髪でした。あ、そうですよね。はい、お酒の広告をやってるみたいな。そうです、ね、ビール完成しました。おまたちょっと違った、はい、うん、大人の魅力で、はい、うん、4着持ってきてる中で唯一これだけ大人っぽい水着で、あとは全部可愛い系です。あ、はい、すごい素敵ー、まあ、カーディガンがあることによってポージングがいろいろバリエーション出るかなと思ってこれを選びました、うん、はい、素敵、ありがとうございます。ありがとうございます。アオミンどうですか。そうですね、それの制服制服呼んでいいからうちら制服結構バンサル安いんですけど。名前どうぞ。はい、ラビーズドール、モモセールと申します。ピンク担当なので今日はピンクの水着で、はい、セーラー服で来ました。どうぞ前くるっと、スカートが短い。水着だけじゃなくてさ、やっぱりこのセーラー服を身にまとってるのがよりセクシーで、うん、いいですね。わー、ライブもやられてるんですか。ライブもやってますね、うん、お待ちしております。以上、しゃべちゃんでした。バイバーイ。ありがとうございます。